はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。見ての通りお引越しいたしました。これ前の部屋ですね、とてもとてもやむえない事情で追い立て、くらいまして、まあめんどくせえなって思ったんですけど、まあ事情を聞くとそれじゃしょうがないよなみたいなやつで、まあ1年以内に出てってくださいみたいなことを言われまして、まあゆっくりゆっくりと引っ越しの準備しておりまして、昨日いろいろ運んで、まあ今日はまだめちゃくちゃなんですけれども、あれあれマヨネーズが出てこないとかですね、どこにあるんだマヨネーズみたいな感じなんですけれども、まあまあ動画を撮る場所だけ一生懸命、あとパソコンですか、回線つないだり、あと線の取り回しとか一生懸命やってですね、今は腰が痛いところであります。別にどうってことはないんですけれども、まあ引っ越しまして一発目の動画という感じですね。5月15日岸田総理記者会見、サミットを中ロの力による一方的な現状変更を許さないを発信する場にしたい。中国外交部、隣国の顔に泥を塗るものだ。日本は軍国主義の侵略の歴史を反省すべきだ。80年前のことをまだ反省しろっつってね。その頃成人してた人は一体何人いらっしゃるのか、話なんですけれども、終戦の時が78年前ですよね。その時成人してた方は98歳、成人してなかった方は97歳以下ですよね。でその頃ね、成人しててその戦争の発生とか進行とか、終結に責任ある日本人はほぼいない。いないですよね。だってさ、98歳でやっと20歳ですよ。20歳の若者がそんなね、戦争の行く末を左右できるほど偉くなってないわけなんですから、そんなこと言われたってね、もうその頃の人誰も生きてねえよという話なんですけれども、侵略の歴史とか言ってるけど侵略してねえしね、全くの嘘なんですけれども、一般反応です。自覚はあるのか。これ侵略してるって自覚があるから、侵略を許さないって言われるとカッとくるんでしょうね。カッとくる。いちいち反応するのが草。堂々と侵略を肯定するようになった。これで泥塗られたと思うなら自覚があるってこと。力による現状変更させろって怒ってるのか。自分らの侵略は良い侵略って言いたいのか。日本を火の海にするって言ってたのはおめえらだろうが。塗ってんだよ。泥塗ってんだよ。泥を塗る行為だって怒ってますけど、泥塗ってんだこっちは。本当のこと言ったら怒るんだから話し合いで解決なんで無理という、意見がありました。サミットで武力侵略許さない、中共顔に泥と、全く意味不明なんですけども、まあ、いちいち発狂するのが中国共産党のアホなとこですね。それを言うのは聞くだろうがって弱点さらけ出してね。共同通信と時事通信、朝日新聞なんかがしょっちゅうね、使う言い回しなんですけども、周辺国の反発を招きそうだ。これのためにやってるのは、これを書かせるためにいちいち反発して見せてるのは、昭和の時代には聞いたんでしょうね、こんなんでもね。ちょっとやりすぎて中共と日本ゴミ、日本ゴミマスのタッグが全く効かなくなって嘲笑されてるんだが、気がつかないんでしょうな、中共も日本のゴミますもんね。サミット武力侵略を許さない、中共顔に泥、武力侵略してる自覚があって武力侵略させろって言ってますよね。これじゃあ5年でですね、防衛費倍増もやむえないし、もっと盛大にですね、絶叫するかと思ったパヨもウクライナを見てですね、ほどほどの絶叫になっております。共産教団の小池晃大司教も、法王はシーカズオ、ほう、小池晃は差し詰め大司教もですね、もう九条で平和が守れるなんて言ったことないですよ、テレビでうっかり言ってましたしね。いや確かに言ってましたよ、九条バリアとか言ってね。九条を掲げる我が国を侵略する国などないから防衛は考えんな、バカで幼稚な怠け者、そうだそうだ、思考停止で脳みそ休眠モードにと。脳みそはカロリー消費が激しいため、人類はですね、好きあらば思考停止してカロリーを節約しようとする話はしましたっけ、前、体の
5% の重さしかない脳みそがカロリーの 20% 使う。だからあのずっとずっと考えてるとカロリー消費が激しくて、食うに困るんで、好きあらば思考停止しようとするっていうのが人間です。全ては神のおぼし飯であるとか、聖書にそう書いてあるからとか、瞑想するとか、まあ全部それですね。あとはあのランニングでですね、ランニングでですね、無我の境地に達してですね、気持ちいいとか、そういうの全部これであります。自民党要注意新人主義エリアルフィア、国会でセクハラ被害を訴える。日本で就職後、行きたくない飲み会に誘われ、不同意の接触があり、まあ、触られたってことですか。同僚が酔わされ、ホテルに連れ込まれる状況を阻止するために、朝まで同行したという記憶が私にはありますと。で、朝4時まで一緒にいました同僚と、そうでなければ同僚がホテルに連れ込まれるとこでした。朝の6時から出勤しましたなんて意味不明なこと言ってるんですけど、にあのタクシーで帰りよかったんじゃねえの、あと嫌な飲み会行かなきゃよかったんじゃねえの。即座にですね、あなた議員になる前は日銀でしか働いてないよね、日銀でセクハラされたってことと突っ込み入っておりました。それに対してですね、エリがですね、日銀特定ではありません、私個人の話ではありませんと弁明。一般反応です。また嘘ついたのか、日銀総裁出てきて説明しろ、これは証人喚問ですな。黒田総裁を国会に呼べ、この動画では自分のことでないは無理あるだろうという記憶が私にはありますって言ってるんだから、友達に聞いた話っていうのは無理、もし日銀でないなら国会で虚偽発言。自分の体験でもないことを自分の体験であるかのように語ったってこと、自分の経験として語っとるし、何なんだこいつは、日銀やばすぎこいついつも嘘ばっかついてんの。そのセクハラした日銀職員を訴えろ、立憲の連中みたいな自爆、もう少しマシなやついなかったのか、自分の放った火が燃え移ってのた打ち回る放火魔ってイメージと。忠実なあの中国共産党員としてはですね、なんとかして日本をセクハラ天国みたく、貶めたかったんでしょうな。それであの嘘が爪が甘くて自爆したと。なんかあの中国共産党本体顔に泥を塗る行為だなんていうのに似てるような気がします。日銀の誰でってあの追及されたら嘘が丸バレって焦ってですね、友達の友達の話ってことにあの言い訳してんですけど、まあ話してる動画見ればね、自分の経験として自分のこととして喋ってんのは一目瞭然であります。こうやってあの悪行をですね、一つ一つ積み重ね、いつしか何を言ってもお前が言うな、ああお前らだけには言われたくないっていう立憲モード、蓮舫モードになるんだろうな。アルフィアモードってなんかかっこいいんですけど、衆議を3期12年もやられると次は大臣の目が出てきますんで、そしてあの12年ってあっという間ですから、今からアルフィアスパイ工作員嘘つきって定評を作っとかないとな。にしてもああよかったあのすぐバレる嘘つくバカでね、狡猾であの尻尾つかませない利口者だったら厄介だったな。いきなりやらかしてくれてこっちとしては助かってますよ。あいつはあの工作員ですぐ差別だ差別だって言うし、なんか言ってることを共産党に見てたし、思考停止してるようなバカだしっていうような定評に、してればですね、何期やっても大臣にならないで済む、いう感じでしょうか。で、エリをあの引き上げてくれた茂木だって、河野太郎だって、いつまでもいつまでも議員はやってらんねえんだから、12年経った頃にはあいつらもあの80ぐらいになってんにゃ、2回ぐらい、2回俊博とか、麻生さんみたいな80超えても元気に議員やれてるとはあれは稀な例だもんね。そのうちあの河野も茂木もいなくなんでしょうから、その前に、潰してやんないとななんて思っております。というわけで、新居に引っ越したのはどうでもいいとして、メール等に大募集であります。動画説明欄もっと見るからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。